はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。本日もね、ヤマモンズさんからお送りしてるんですけども、本日のまあ動画でね、ヤマモンズさんの前回、アタックの収録もね終わりにしたいかなというふうに思ってます。本当ね、1週間ずっと滞在させてくださった皆さん、ありがとうございましたし、本当ね、いろんな多彩な攻撃があって勉強になりましたんでね、また定期的にこうね、関西クラクラクラブも交流をさせてほしいなというふうに思っておりますんで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。というところでね、早速本日の動画見ていきたいと思うんですけども、今日はね、タンホール10をちょっと1本、見てもらいたいかなというふうに思います。これですね、ケントさんが攻めてくれたタンホール10の、まあ、防衛施設はカンストかな、ヒーローと壁がちょっとまだ育ってないって感じですけども、いう、村に対するアタックですね。で、攻め方としてはね、なんて言えばいいかな、これクイヒーペッカボーラー、まあ、よく、タンホール11とかね、まあ、12でも安定編成の、まあ、典型的な、ね、アタックとして紹介されるやつですね。で、まあ、結構ね、ヤマモンズさんもこの攻めを使う方っていうのはクランに何人かいらっしゃるんですけども、ケンドさんね、本当にこの攻めが上手な方で、まあ、今回もこれでね、取りに行ってます。で、ね、ここウォールブレーカーで今穴開けてきましたよね。で、そこに、ペッカとね、あとボーラーを食い火に絡めてこう突っ込ましていくということで、ヒーラーのね、回復が、ペッカだったり、ボーラーにこう順次行き渡って、部隊全員がねやられないと。で、さらに、これ狭いね、通路の中にこう突っ込ましてますよね。なので、そのね、通路の中でボーラーとかがばらけないので、なおさらね、こうヒーラーの回復の効率がいいというのがこの攻めの特徴ですね。で、ここなんですよ、見てほしいのが、このボマー。ボマーがね、いい仕事するんですね。で、さっきね、壁開けを、まあ、今の環境でね、兵器を使わずに、まあ、ウォールブレーカーでやった理由は、このボマーにあります。何かっていうとね、ここ、対空砲をね、全部アーチャークイーンが処理できるんですよね、この中央のルートに入ると。そこを見逃さずに、こうね、一気に押していって、で、対空砲はまあね、ちょっと2本残っちゃったんですけども、まあ、そこには、ボマーから出てきたバルーンでこう処理していくと。で、ボマーがね、弾けるタイミングでもうヘイストも狙ってましたよね。で、こうすることによって、対空砲が比較的、まあ、比較的ね、こう少ない区画っていうのを一気にね、ボマーで潰すことができます。で、こういう動画ってね、結構いろんな方が上げている全開リプレイに隠れていたりするんですけども、よくよくね、見ると、これって本当に使える、その、なんていうかな、発想で、ぜひね、対空砲がないエリアっていうのは、先に、その、ヒーラーなんかをね、絡めた、結構ね、火力が集中するんですよ。こういう、なんだ、通路型のとこに入っていくと、当然こう密集してるんでね、防衛施設が。ダメージ受けちゃうんですけども、そこをヒーラーをつけることによって、部隊を全滅させずに一気に突破させ、で、分断した上下残ったところっていうのをね、対空砲がない場合には一気にボマーで押し切っちゃうというね、発想は、まあ、特にタウンホール10やってる方なんかはね、頻繁に出くわすと思うので、これはね、覚えておくといいと思いますね。ボマーの使い方として、アイデアの一個にぜひ加えてほしいかなというふうに思います。で、もうちょっとね、詳しく見ていきましょうか。このね、やり方で何がいいかっていうと、もう一個は、ユニットをね、ほぼほぼ全部、このクイヒーと絡める格好で出すことができるんですよね。当然、見てください、これ、配置全体俯瞰すると、下にも結構こう防衛施設がいっぱいありますよね、主要な施設っていうのがこういう風に。でもこれ全部ボマーで壊せちゃうっていう風に思えば、上半分を考えるだけでいいんですよね。この辺の対空砲とかをアチャクで処理していきながら、あとは下は全部ね、ボーマーに任しちゃうっていう格好なんで。なので、ここから見てください。一気にユニットを突っ込ましていきますけども、もう一気にもう全部、ほら、全部ですね。全部出しちゃうんですよ。で、もう数の力で一気にこの中心部分を押し切っていくと、まあ、いうことができるわけですよね。これがね、本当に、ボーマーを使った場合の、まあ、利点ですね。で、もしこのね、ウィストがなかった場合、これコウモリでもいいかもしれないですね。けど、ウィストがあった場合には、なんていうのかな、コウモリ全部範囲攻撃で焼かれちゃいますんでね、フリーズをかけるとか、まあ言う手もあるんですけども、それをするよりは、こう、ボマーで、行った方が確実に、取っていけるかなと思いますね。ここ、
冬に届くの分かりますよね。ちょっとねこれは若干まあ、冒険というか運の要素もあるんですけども、危険な冒険ではないですよね。十分この辺の対空砲だったら、クイーンがタゲを取ってくれるあの率は高いと思いますしね、事実クイーンあのタウンホール潰してからこれの対空砲にこう戻ってきましたからね、そういうことができるので、なんていうのかな、クイーンの射程圏内にちゃんと対空砲がこう入ってくるような攻め方をする場合には、今みたいなね発想でボマーに任しちゃうというね決断っていうのも全然ありかなっていうふうに思いますね。で、このボマーどういうふうにね記憶にとどめればいいかっていうと、よくそのゴレホグみたいな形で、またハイブリッドとかね、あの裏ホグとか裏バルーンっていう使い方がありますよね。その1個のレパートリーとして覚えておくといいと思います。裏ホグ、裏バルーン、裏コウモリ、裏ボマーっていう、そんな感じですね。で、これ耐久砲とかねあっちゃうとやっぱりボマーって一気にやられちゃったり、あとエアスイーパーがあるとね、当然落とされるんですけども、この辺がない場合、今みたいなね廃止の場合には、こうケントさんみたいな形の裏ボマーっていうのが本当に刺さりますね。お見事でございました。で、一応これで、動画自体は終わるんですけども、ヤマモンさんのね、動画ぜひね、まだご覧になってない方は、他のも見てほしいなと思います。何がすごいっていうと、プレイヤースキルでね、無理くり取ってる全開ってそんなないんですよ。当然ながら、個々のプレイヤーのスキルは高いんですけども、そこに、過度に依存しないで、プランニング、優位な、その、プランっていうのを考えて、要は配置に合わせた攻め方っていうのをみんながね、やるような、そういう環境がこのクラン全体でできているふうに私は思うんですよね。でもこれがヤマモンさんのね、その連勝記録91っていうのもね、樹立した、ちょっと見てもらいましょうかね、これね、樹立した、その大きなポイントじゃないかなっていうふうに思いますし、ここね、メッセージ欄書いてますけども、今でもね、こう連勝が、続いている要因かなっていうふうに思いますね。本当に強いクランなんで、もしね、勝手にこんなこと言ったら、ハッシーさんとかメンバーに怒られるかもしれないですけど、お勉強にね、行ってみたいっていう方は、ぜひ伺うと、温かくね、こう迎えてくれると思いますので、よろしくお願いいたします。出入り自由って書いてますしね、行ってもいいかな、私が。もしダメだったらごめんなさい、動画消しますんでね。はい、というところでね、本当に、いい動画いっぱい、撮らせてもらいましたんでご覧ください。で、本日はこの辺りで失礼しますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では本日は失礼いたします。バイバイ。